ロッキーマウンテンオイスターとは、牛の黄岩を食材とするアメリカ合衆国及びカナダの料理。豚や羊の黄岩を使った料理もこの名で呼ばれることがある。カナダではプレーリーオイスターとして知られる。黄岩の皮を剥き、小麦粉と塩コショウをまぶして油で揚げるのが代表的な調理法である。揚げる前に叩いて伸ばすこともある。珍味とされ。 前菜としてカクテルソースにつけて食べるのが一般的。イタリアの市場で売られている未調理の牛高岩。ロッキーマウンテンオイスターはアメリカ西部及びカナダ西部のうち牧畜が盛んで牛の巨勢が一般的に行われている地域の伝統料理であり、その話題性から広く知られている。カナダでは主にプレーリーオイスターと呼ばれ、デミグラスソースをかけて食べることが多い。 オクラホマ州やテキサス州最北部では、子牛の睾岩から作られたものをカーフフライと呼ぶことがある。スペインやアルゼンチン、メキシコ各地では、食材としての睾岩をクライアディスと呼ぶ。中南米では、コウ語でウエボスデトロと呼ばれる。ロッキーマウンテンオイスターは、子羊の睾岩を用いたラムフライやアナメルズと混同されることがある。この他にも、カウボーイキャビア、 モンタナテンダーロイン、ブルフライ、スウィンギングビーフなど数多くの別名が知られている。ロッキーマウンテンオイスターはもともとカウボーイ文化の一部だったとされている。伝統的には牛の放牧期間の終わりに行われるラウンドアップで大規模な虚勢が行われ、大量に集められた黄岩が労働後のパーティーで食べられていた。当時は手の込んだ調理を行わず、 黄岩を皮付きのまま焼き印用の炉で焼き、皮が弾けたところを新鮮なイチジクのように食べることが多かった。現在では、この料理を看板としている料理店やバーのほか、フェスティバルや牧畜を営む家庭で主に食べられている。軽食のバラエティの一つとして、ロッキーマウンテンオイスターを販売しているクワーズフィールドのように有名なイベント会場でこの料理を手軽に、 提供しているところもある。アイダホシューイーグルではフェスティバルの中でワールズラージェストロッキーマウンテンオイスターフィードという催しが開かれ毎年数千人の参加者を集めている。家畜の抗ガを切除する第一の目的は食用ではない。畜産において去勢には繁殖を制限するため骨格筋の肉質を改善するため 気象を和らげるためなど様々な意味があり、広く行われている。ありがとうございます。